問題1。今まで農家が自家増殖してきました。改正後は登録品種には許諾料も発生するようになります。政府は登録品種はごく一部だから農家は影響を受けないと説明してきました。しかし陰薬さんが調べた結果はどうでしたか？問題に、特に大豆やお米が危険なのはなぜですか？問題3。海外流出と自家増殖禁止に因果関係が証明されていますか？問題4。在来種か登録品種かを判定するためには裁判ですか？この問題について研究してきました。その観点から今回の種苗法改正案が持つ問題についてお話ししたいと思います。まず農水省、政府はこの法改正の必要性をですね、日本の優良な品種の海外流出を避けるために国内における自家増殖を規制しなければならないというふうに言っているんですけれども、これは逆に言えば日本の国内の農家がその国外に流出させている犯人だということになると思うんですね。だったらその根拠はあるのか、その証拠はあるのかということがまず問われなきゃいけないと思うんですけれども、その確たる証拠というものは出ていません。根拠の乏しい説明になっていると思います。そして、海外での、不正な使用を止めるためには海外での登録こそが唯一の解決策と農水省自身が、述べられてきておりますので、これはちょっとあまりに取ってつけた説明と言わざるを得ないのではないかというふうに思います。そしてですね、2番目に3ページのグラフがあるんですけども、自家増殖止めないと、これ種苗企業が新品種を作る意欲を失ってしまう、こんなことを言ってるんですけども、実際にこれ1978年新品種、今の品種登録が始まる年からですね、新品種は毎年順調に伸びてました。自家採取できるにもかかわらず順調に伸びていたんです。ところがこの10年間これが止まってしまった、伸び悩んでいます。この原因は何なのかということです。これを実際にですね、自家増殖する余裕がなくなってきた農家も増えていると思いますので、ここでこれが自家増殖するから新品種が伸びないんだということは、これはこのグラフからは読み取れないと思います。説明としてなってないと言わざるを得ないと思います。そして今回の法案の説明でさらにおかしいのは、農家にどのような影響を与えるかということなんですけれども、農水省によりますと、この種苗法の対象となります、この登録品種というものは1割程度だ、それ以外が9割だ、自由に自家増殖できるものが9割あるんだ、こんなことを説明されているんですけれども、本当にそうなのか調べてみました。しかし調べてみますと、これがですね、5ページ目かな、になりますけれども、5、6になりますが、これ産地品種銘柄、各都道府県が設定している産地品種銘柄に指定される銘柄を調べてみますと、もう半分以上が登録品種なんですね。実際に生産はコシヒカリとかスーパースターがいますので、それはコシヒカリなんかは一般品種ですから一般品種の方が生産は多くなるんですけども、それでもやはり登録品種は 33% ある、1割というようなものではないと言わざるを得ません。そしてですね、実際にですね、その県で力を入れている例えば沖縄のサトウキビ、このような品種でもやはり登録品種の割合というのは非常に高いと考えられるわけですね。こうしまして見ますと、登録品種は、宣伝されているように1割しかないという説明と現実はかなり違いがあると言わざるを得ないと思います。そして、この登録品種に関して自家増殖は規制するのがグローバルスタンダードであるかのような説明がされておりますけれども、実際には世界で、全ての登録品種を自家増殖規制している国は存在しないと思います。 EU でももう主食に関する、ものは基本的に例外に設定されております。自家増殖は認められております。許諾料は払わなきゃいけないよというのはあるんですけども、実際に穀類ですと92トン、
芋ですと185トン以下の未満の農家はこれ許諾料の支払いが免除されています。これどれぐらいの大きさの農家かといいますと、まあ、大体15ヘクタールとか18ヘクタールになると思うんですね。この規模の農家だったら日本の農家みんな許諾免除ですよね。そのような例外がこの種苗法には存在しておりません。やはりこれもおかしいのではないかと思います。そしてアメリカの場合はですね、自家増殖が禁止とされるのは特許が取られた作物のみであって、それ以外のものは基本的に、まあ、自家増殖ができる、まあ、栄養繁殖のものはちょっと除きますけれども、基本的に、自家増殖はできるという法制度になっています。こうなりますとこのような法制というのは世界で類をないわけですね。そういったものを作ってしまうというのはいかがなものかなというふうに思います。そして農水省は許諾料はとっても安いから農家には影響を与えないと説明しているんですけれども、しかし許諾料に関する規定は現在の種苗法改正案には書かれていません。ですからどうなるかというのはもうこれはもう任せているという、これ今性善説に寄っているということになります。独占が進んだらこうはもう安いままであるとは限らないわけですね。でこれがですね、今後、まあ、高くなっていくことを考えますと、そもそも生産資材の低廉化を目的とした農業競争力強化支援法にも反する立法となってしまうのではないかと言わざるを得ないと思います。でそしてですね、これもちょっと強調したいんですけども、農水省の説明では日本の優秀な品種が海外に流出するという懸念ばかりが強調されるんですけども、今の世界状況もかなり変わってきてます。13ページに掲げているグラフ見ていただきたいんですけども、ここのデータというものはユポフ同盟のデータなんですが、日本は20年前までは世界第2位の新品種を作れる国でした。しかし今はですね、これはもう世界の他の国がどんどん伸びてしまって、日本だけが純粋に減少を続けています。中国には2009年に抜かれてしまっている。韓国にも2015年に抜かれてしまっている。2001年から2018年で 36% 日本は減少しています。これに対して韓国は 2.8 倍、中国は 22.8 倍に増えているんですね。日本だけなんでこんな減ってしまうんでしょう。その原因は何なのか。その原因はですね、今の日本の国内市場、スーパーに行けば分かると思います。安い海外の農産物であふれ返っているんですね。これは農業を犠牲にして進められた自由貿易協定の結果だと言わざるを得ないんではないかと思います。そして離農者はどんどん増えるばっかりです。そうなりますと農村の衰退に伴って新品種を作る必要な人材、もう能力ある人たち、こういった人も得難くなってきてしまっている。そして1998年までは地方自治体には補助金という形で種苗事業に安定財源が確保されていました。しかしそれは98年に地方交付税となってしまって、種苗事業に安定的な投資が行われていないというのが現状ではないでしょうか。ですから非常に減ってしまっている。で外国産品と競合を迫られる農家にとっては、その負担を増やす種苗法改正はさらなる離農者を増やすと思うんですね。そうすると種苗を買う人が減ってしまうんです。こうなるとこの種を作る側の人たちにとってもこれは市場が小さくなってしまいますから、逆効果になってしまいますね。こうなってしまいますと今後の種苗、日本の種苗事業にとって大きな問題を逆に作り出すんじゃないかと思うわけです。そして特に強調したいのがですね、今稲の問題、お米の問題です。と言いますのは、今日本が唯一種を自給できるっていうのは稲しかないんですね。お米は日本の食料保障の最後の砦なんです。その砦を守ってきたもう外堀は種子法廃止で埋まってしまいました。そして今内堀が埋められつつあるのかな と危惧せざるを得ません。アメリカは大豆やトウモロコシは民間企業任せにしているんですけども、主食である小麦は農家が自家採取してます。そして公共機関がちゃんと作って安いものを提供してるんですね。この制度は未だに続いてます。日本もそうでした。でも日本はその制度を今やめようとしてます。こんなことでこの最後の砦がなくなってしまう、
公的種苗事業が衰退していって民間企業に委ねられた場合、これまで地域を支えていた多様な品種というものはなくなってしまう可能性があるのではないか。種を取るか取らないかじゃないんですね。買うか買わないかの問題じゃないんですね。種そのものがなくなってしまう、そういう危険が今あるんではないかと思います。と言いますのも、稲の 多品種を供給する民間企業は存在しておりません。で、食はこれ社会の基盤でもありますし、それを失うことはこれはもう独立国としての体裁すら奪ってしまうことにつながりかねません。現在でも日本に登録される外国品種の法人の割合は激増しています。17ページにグラフがあります。外国企業の割合、日本に登録されている品種で外国法人のもの、これがこのような形で急増しているんですね。で、この状況、今はお花の品種だけだから大丈夫だっていうんですけども、これもですね、種苗法で公的種苗事業が衰退していったら他のお米とかそういったものにも入っていく可能性は僕は十分にあると思います。で、農水省は2015年に知財戦略2020を策定しました。その中で、種苗の知的財産権が大きな柱に位置づけられました。知的財産権では、種苗法の育成者権と特許法の特許権が2つの形態あるんですけども、この2つとも、農水省は強化していく姿勢を示しています。ちょっとこれは種苗法から枠を超えてしまう話なんですけども、知的財産権を強化するってことが何をもたらすか十分注意が必要だと思います。と言いますのは、18ページの小さなグラフを見てください。3つの小さなグラフがあると思います。この中でアメリカでも登録品種が増えているの、一番左のグラフですけども、これ順調に品種が増えているのは特許じゃない方なんですね。特許の方はこの20年間ほとんど増えてないんです。で、しかもこの真ん中のグラフ注目していただきたいんですけども、アメリカですら特許取られた種を握っているのはアメリカ企業じゃないんです。外国企業が6割取ってるんです。アメリカですら6割ですよ。これ日本でやったらどうなるでしょう。ほとんど外国企業に取られてしまう。で、つまり知的財産権を 強化していくことによって逆に外国企業に日本の種苗市場を握られる結果になりかねません。そして看過できないのが種苗表示の問題です。これは、ですね、今回の種苗法改正で、種苗への表示が強化されることなんですけども、これは深刻な話だと思うんですね。というのは大豆の普通の大豆の種だと思って買ったところが、それはゲノム編集されていた、つまり遺伝子操作されたものを自分は知らないうちに撒いていた、こんなことが起きかねないんです。しかも EU やニュージーランドはこれゲノム編集は遺伝子組み換えとして規制すると言ってるんです。韓国や台湾もそれに追従するかもしれません。そうなると日本の食は輸出できない、こんなことが なりかねません。そういった意味でこれをしっかりと表示することはもう不可欠だと思います。そしてこれまでの種苗法は新品種を育成した育成者とそれを使う農家の権利をバランスさせることに大きなエネルギーを注いで作られたと伺っております。これは現行種苗法を作られた方々のご努力に強い敬意を表せざるを得ません。しかし20ページにありますように、今回の種苗法はそのバランスを壊してしまうものです。このようにバランスを壊してしまうことによって日本の農業にとっては大きな問題を引き起こすのではないか。自家増殖というのは農業の基幹技術であり、それを失うということは日本のこの農業にとって大きな制約になってしまう、そういう懸念を持ちます。で、この停滞している種苗育成をどうしていくべきか、その鍵は20ページのように育種家の方、育種家農家、使う側、買う側も含めて両方を底上げする、そういう政策が必要なのではないでしょうか。これがなければバランスを失わせることによって日本はもうアジアの諸国にも追いつけない、そんな状況が生まれてしまうんじゃないかと思います。そして今種苗の多様性が危うくなっています。多様性を失うことで私たちはこの地球の生態系はかつてない危機に瀕していると言われています。これに対して FAO、 国連 FAO はローカルで多様な食を守ることが今後の人類の生存に欠かせないとしています。そのためには地方自治体で300品種近く今作っています。農家が在来種を持っている農家の方は1000ぐらい持っていると言われています。まずはこの多様な種を守ることの方がむしろ大事なんじゃないでしょうか。
でこのような、多様性を失っていくことは、私は、この民間企業にの独占になっていきますと、もう本当に劇的に、民主、この多様性は失われてしまいます。これは日本の、未来が失われるに等しいと思います。で今必要なのはこのような在来種を守る、そういう方向ではないかと思います。現にですね、ブラジル、韓国でもそういった方向を進んでまして、イタリアは生物多様性を守るために中央政府が地方自治体に、権限を委譲して地方自治体で、この、在来種を守る、そういう政策が今進んでいると聞きます。こういった政策から学ぶ必要があるのではないかと思います。そして最後にですね、食料農業遺伝資源条約におきましても、小農および農村に働く人々の権利宣言におきましても、農家は種を守ってきた貢献者と言われています。つまり種を、登録品種であったとしても農家はその本の共著者であるわけですね。そういった共著者の権利を一方的に奪う、世界の類例のない形で奪うような法改正はありえないと思います。残念ながら、今、この賛成も反対もほとんど農家の人たちに浸透していません。知らない人がほとんどです。そのような状態でこの審議が進んでしまうことはやはりまずいと思います。地方公聴会も含めてですね、しっかり慎重な、論議を必要だと思います。そしてこの10年世界は大きく変わりました。今の政策は大きく変わりつつあります。これを考えますと、やはり日本も大きく変わらなきゃいけない、今そういう時代に来ていると思います。そのためにはこういう、古い考えでもって作られているこの種苗法改正案ではなくって、もう一回この今世界で動いている多様性を守る種苗をどうやって、その地域の種苗をどうやって守るか、そういったことをもう一回考える必要があると思います。この改正案は22年ぶりの歴史的な改正になりますので、このような説明、おかしな説明で拙速な審議をしないようにお願いいたしたいと思います。懸命な議論が行われることを心から記念して、こちらの報告を終えたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上で参考人からの意見の開陳は終わりました。これより参考人に対する質疑に入ります。質疑の申し出がありますので順次これを許します。野中敦君。小規模の許諾料どこまで免除日本で考えられるかということに関しましては、日本のほとんどの形態はもう正直言いまして小規模と言わざるを得ない。で要するに、この問題は、特に、作物で変わるのかなという気はします。特にお米なんかですと、もう生産コストがもう販売価格を越しているぞ、もうそういう悲鳴が農家からも上がってきています。このような中でこの、許諾料をお米に対して、課すのは極めて難しいと思うんですね。でそのようなことを考えますと、お米に関してはやはり、横田さんぐらいの方でしたらその中でも何とかやっていけるという方もいらっしゃるかもしれませんけども、極めて稀だと思いますので、やはりお米に関しては貸さないとかいうことを決断いただく。特に大豆ですよね。先ほども言いましたけども、これ大豆なくなったら日本食もうおしまいですよ。味噌もない、醤油もない、そう風味のあるお味噌とか醤油作れなくなったら日本の食文化おしまいです。そういったものをどうやって守っていくのか、これに関しては本当公的な資金を出してもう種を作る人を支援する、そういう政策が今必要なんであって、許諾料とかそういったものを言ってる間合いじゃないと思うんですね。大豆に関してはほとんど今輸入になってます。これに対して国産大豆をどうやって守っていくのか、それを支えていくのはやっぱり公的な政策ではないかなというふうに思います。特にお米とか大豆とかそういう公共、特に塩の作物ですね、これに関してはやはり公共がしっかりと、これは食料保障の観点からもやらなければいけない分野だと思います。民間企業に丸投げというのは僕はできない分野だと思います。もちろん民間分野でも例えば家庭菜園のさまざまなものであるとか、さまざまな領域はありえますので、その協力関係は当然探っていくのはもちろん必要だと思いますけども、この根幹というのはやはり私たちの生存に関わること、日本文化の、日本文化といいますかね、その地域の食文化の根本になすものですから、それに関してはやはり公共が作っていくのがやはり基本ではないかなというふうに思います。藤田美武君。その他の産業と比べて、一律に同じように考え、競争政策、規制緩和と保護政策のバランスを、その他の産業に置き換えて考えることは確かに私も危険だなとは思うんですが、先ほどありました
その新品種の開発力のお話、まあ、実際にここ近年は落ちていますよという、まあ、そういうお話があったかと思うんですけれども、まあ、今回それとは一方でその育成権者の権利を強めることで育成権者と農家さんの、まあ、いわゆるバランスがかなり崩れるだろうというふうに、まあ、おっしゃられてたんですが、であるならば育成権者の権利が強くなるということは、まあ、つまり国内の品種開発のインセンティブもですね、その分強くなるんじゃないかと、まあ、論理的に考えると思うわけなんですけれども、そうとはならないんでしょうか。インセンティブを与えるのではないかとも思うんですが、いかがですか。いいやつ。将来的なインセンティブは何かというと、種苗市場が広がることだと思うんですよね。種や苗がどん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 売れていく。買う人誰なんだ。買う人を増やさなきゃいけないわけですよね。その買う人を増やす政策があるんであれば、育成者権を強めるというのはあり得るんですけども、今その政策ないところで育成者権だけを強めるというのは本当にバランスを欠いてしまう。これは結果的に買う人が減っていったら、種苗企業、特に地域の小さな種苗企業はむしろ困ると思うんですよね。やっぱ買っていく農家をどう増やすかというのが鍵ではないかと。例えば許諾料を取る代わりに、その種子のコストが今までよりもマーケット的に値段が下がるということも、合理的に考えるとありえない話じゃないんじゃないかなと思うんですが、これは可能性としてはあるんでしょうか。試験で大丈夫なんで、なんかこうコストが上がる上がるっていう議論なので、許諾料の代わりに種子のコストが逆に下がるというメカニズムも働くんじゃないかという仮説なんですけど、いかがですか。そうですね、どうなんでしょう。私はその、まあ、購入されて、まあ、例えば JA さんで販売されているような種子を僕は作ってないので、ちょっと何とも分かりませんけど、ただ、米であっても、種子を生産する農家が例えば富山県とかものすごい種子を作っておられますけども、私も富山の種とか買うんですけど、そういうところも高齢化が進んでいて種を作るのは難しいという話も聞いてますので、なかなかその先ほども話議論にあったその市場の原理だけでそれが下がったり上がったりするかというと、むしろそういうところで困るかなというふうには私は感じます。ただそこで逆に私は我々のような例えば大きい農家とかが、まあ、自分の種も作るけれども、場合によっては人の分の種も作るみたいな、まあ、それしっかり許諾を得てですねっていう方向性もこれから考えていかないと、種子の生産そのものを賄えない可能性が出てくるんじゃないかなというふうには考えています。林薬参考に今の発言、非常に僕もまさにその通りだなと思いました。種もみっていうのは非常に手間をかけて作ってますので、その生産コストを、まあ、下げるってことっていうのは極めて難しいと思います。全体的に、これを、もう今その生産種もみの生産者自身が減っている状況なんですよね。その中で、どうやって維持するのか、今救急という状態だと思います。それを今まで何とかやってきたんですけども、今後は本当に種もみを、そういう要するに種を増やす人をどう確保できるのか、日本国内でそれができなくなってくるとまた海外依存になってしまいかねないんですよね。ですから、その今横田さんがおっしゃられたように、その方たちをどう増やしていくのかというのも一つの大きな政策をしていくと。そうしていくと、まあ、種の値段を上がらずに公共の種を維持することができると思いますので、そのような政策をぜひ検討していただけたらなというふうに思います。藤田文武君、ありがとうございます。最後に一問だけ、まあ、この本法案の、まあ、立法事実の一番最上位にあるのは、海外への、まあ、流出をいかに防いでいくかという、まあ、課題意識かと思うんですけれども、まあ、これについては、まあ、今回の法案は、まあ、私の認識では必要十分条件ではないが必要条件なのかなという、まあ、受け止め方をしているんですが、まあ、それは置いといてですね、海外での品種登録というのが、まあ、一番効果があるということは、まあ、皆さんの共通認識かと思うんですけれども、これを除くと海外への不正流通の、まあ、その他の不正流通を防止するその他のアイデアというのは何かあるものなんでしょうか。専門家の、まあ、ご意見をいただけたらと思います。陰薬参考人。陰薬参考人、これは農水省の方がもうすでに海外での登録以外ありえないと言っているので、それに対して僕がいやあり得るということを言うのは本当差し出がましいと言いますか、できないことだと思います。すいません、これそれしかないと思います。
今 の, あの日本のお米を作るあの 品種を作る、力というものはまだまだ十分強いと思うんですね。例えばあの都道府県が作っている品種は300品種近くあります。そういったものがある限りは多国籍企業といえども、それに、ま、上回る品種を作るというのはまず無理だと思うんですね。ですから公共のそういう品種を守っていれば日本のお米は守れると思うんですけども、残念ながらこの種苗法改定もありますし、それから農業競争力強化支援法もあります。こういったものによって政府からちゃんと資金が出さない、予算がつけられないということになってきますと、これが弱っていってしまいます。そうなった時にこれがですね、僕は連合すると思うんですけども、例えば、個別の企業の名前なしでいいのか分かりませんけども、住友化学はモンサント社と技術提携組んでまして、モンサント社の、まあ、農薬、遺伝子組み換えに使える、農薬を、住友化学が提供するという関係を持っています。そしてその住友化学は、まあ、日本でも国内で、まあ、お米を作るという生産者でもあります。そのような形で連合してくるという形で、まあ、言ってみれば外国企業が日本を、まあ、あの独占するというよりも、まあ、無国籍企業といいますか、連合の大きな企業によってそういったお米が独占されていってしまう危険というものは今後高まっていくのではないのか、それに対してやはりまずですね、公共の品種を守るのが僕は大事だと思いますし、ただ公共の品種だけじゃなくって、実は公共品種の中で在来種が抑圧されてきたというようなことを感じておられる方もいらっしゃるわけですよね。まだまだ日本にはあの、まあ、貴重なそういう農家が継いでくれたそういったお米もありますので、そういったものを含めて守っていく必要であるのではないかなというふうに思っております。田村貴明君。あの農家の自家採取自家増殖をですね、もう一律許諾制にするというところがですね、私も納得がいかないところであります。あの、品目においても、それから規模においても例外規定すらないわけですね。で、あの私は想像するんですけども、まあ、今度の法改定があって、で成立後にですね、育成権者のやっぱり背中を法律が押すことになるんじゃないかというふうに考えています。やっぱりこういう法改正でありますから、そうなるとですね、 あくまでもやっぱり権利者の判断になるんですけども、今までは自由に自家採取して自家増殖していましたと。そして、農家の方は次につなげていたと。でその自家増殖に対して、いやもう法律がこうなったんで申し訳ないけども許諾制にしていただくし、許諾料を上げさせていただくという流れは、私はおのずともう法律ができるんだから、改正されるんだから、そういう流れは出てくるというふうに思います。今は自由にできても、これからはですね、権利者の判断によって、まあ、農家の不利益がもたらされると考えているんですけども、いかがご覧になっておられるでしょうか。委員役さん。そのプロセスには何年かかるかわからないと思うんですけども、と言いますのは、例えばお米ですと、まだまだ都道府県がしっかりやってる、そのうちはそれほど入る余地がないと思うんですけども、これが弱っていった先にそういったものが大きな懸念になるというのは、僕は必至ではないかなと思うんですね。ですから、特にですね、今は種の値段は 2% に過ぎない。これが10倍になったら 20% になるんですね。そういったことも僕は十分起こり得る。実際にこれは世界で起きていることですので、日本で起きないとは限らない。その時にやはり私たちのお米、それこそ農協の方たち、あるいは地方の、それを叩いてきたものが崩れるんだ。これが一番怖いです。これが民間企業に取られてしまったら、これはその地域を支えるものがなくなってしまいます。骨抜きになってしまいます。そこはよく考えていただきたいなというふうに思います。いろんな品種を調べていく中で、まあ、許諾制、一律許諾制になるとですね、どういう品種でどういうことが想定されるのか、その辺についてもご解説いただけるでしょうか。委員役さん。今の種苗法でも、まあ、この契約で、もうそれを変えられるということではあるわけですね。そういう必要がある、まあ、種苗業者の方はそういう契約という方法も取ることができるわけですけども、ここで一律許諾制にされてしまいますと、すべてこれは種とこれ苗では全く違いますし、これは本当に非常に困った事態が僕は生まれると思います。でいちごの場合は変わりはないということが午前中の審議でもされましたけれども、
これは今変わりないというだけであって、これが本当に今後も変わりないのかということは、僕は非常に疑いが、あるんではないかな。同様のことが、例えば、芋類もそうですし、サトウキビ類でも起こりうると思うんですね。今ではやはりこれ自家増殖しなければこれは経営が成り立たないというのがもうその栽培のサイクルで必要になってきますので、やはりそのようなものに関しては大きな問題になっていくと。そしてやはりここで大きなここでターゲットとなりますのはやはり米、大豆、が大きいんではないか。特に今大豆に関しましては、これ今、大豆の種取り、農家の方たちの高齢化が非常に進んでおりまして、今後、日本の多様な、大豆、これまで日本の食を支えてきた、そういった品種がもうなくなってしまう可能性が今言われているんですね。こういったものが、実際にですねどのように確保していけるのか、大きな問題が、生じかねない、状況が今出てきていると思います。もちろんこの、この農家を支えるということもありますけれども、今種子法がないというところでそのような大豆がこの、まあ、この種の存続というものが非常に危険になってきている。で、まあ まあ、それとは許諾量の面で言いますと、やはり今一番まあ、気になりますのはこのようなお米でありますとか、そういう主要な農作物で今後時間をかけて変わっていく可能性があるのではないかなというふうに思っております。すみません。田村貴明。はい、今日は陰薬参考人から、稲あるいはその都道府県での稲の、登録、品種の割合、あとはあるいは重点作物でのですね登録品種の割合というのが出されました。これはかなり膨大な計算が必要ではなかったかと。資料は農林水産省のデータから当てはめて計算されたという理解でよろしいんですね。でこういう資料を私たちはこの委員会で待ってるわけなんですね。どれだけの農家がその登録品種で栽培されているのか、そのうち自家採取をどのぐらいされているのか、基本的なデータが全然ない中でですね審議していることに対して私は非常に疑問を感じています。これを作成されて農水省の方も見られていると思うんですけども、何か反応があったでしょうか。新薬さん、このやつはですね品種を見ながら全部データベースで登録品種かどうか全部調べ一つ一つやっていくんですよね。だから何日間もかかりました。本来これやるのは農水省の仕事だろうと思ったんですけども、農水省は1割しかないって言ってるのでおかしいと思ってやった作業です。ですから、これは本当ちょっとその意味でもおかしなことが起きてるなというふうに思わざるを得ません。まあ本当に、まあその通りでございます。すみません。田村貴明。五郎君に敬意を表したいと思います。最後に種苗のですね海外流出を止めるために農家の、自家増殖を、許諾制にすると、まあ、わけのわからない提案なんですけれども、その種苗の海外流出を防止するためには何が必要だとお考えでしょうか。これは両参考人にお伺いしたいと思います。横田参考人からお願いします。横田さん、種苗の海外流出ですね。はい、まあまあ、私は、まあ、そういう専門、まあ、一百姓にすぎませんので、ちょっと海外のところまで、私がきちっと説明できるかちょっと分かりませんが、まあまあ、先ほどもちょっと言いましたように、やはりその日本、我々が日本で、まあ、作っている品種なり、まあ、海外に流出してしまって、それを、まあ、仮に輸出して、まあ、競争するみたいなことは、まあ、非常に我々としては苦しいですから、まあ、そうならないように。まあ、流出しないようにしてもらいたいが必要だというのは、まあ、これ当然だと思いますし、かといってそれを、まあ、どんな形で流出しているのか分かりませんけれども、まあ、本当にそれをすべて、その水際なりで止めることができるのかなって私もちょっと、まあ、よく分かりませんので、まあ、いずれにしても、まあ、そういう流出がないようにですね、まあ、今回 この私が勉強している範囲でいうと今回の種苗法で、の改正でそれができるんじゃないかなというふうに私は期待していますので、まあ、ぜひこの改正を通していただけたらなというふうには個人的には思っております。陰薬参考人。農水省の方が必死に調べられて、日本の品種で海外で作られているものがないか調べたら36品種出てきたと。それすべてが登録されていないと、海外では登録されていないと。
で例えば昨年中国政府が新品種として出願した数が5222あるんですね。その中で日本のこと言ったのは36品種、なんか数字的に考えましてもこれ何か本当にリアリティがどこまであるのかなという感じもいたします。これはですね、もう中国の5222品種も中国政府も守りたいと思っているでしょうし、日本政府も守りたいと思っていると思うんですよね。お互いに簡易にそのお互い登録し合う、そのシステムを作ればいいだけの話なんじゃないのかな。お互いの農家はそれぞれ自家増殖できると。ちなみに中国では種は、これは農家の種の権利が認められる法改正というものが2003年ぐらいに行われたと聞いてます。 WTO に入って急速に海外から入ってきた種が中国の種はねなくしてしまう。それに恐れた中国政府は農家にその種をちゃんと守れるようなシステムを作ったというふうに聞いております。日本政府にもやはりこのような努力が必要なんではないでしょうか。そしてお互いにそういうふうに登録し合うというシステムを作ってしまえばこれはそういう懸念もなくなります。国内の農家は自家採取していいと思います。特に有機の農業にとってはこれは自家増殖はもう不可欠なものになるわけですね。と言いますのは例えば登録品種を使う場合ですと登録品種無農薬の、種というものは今の日本の制度の中でほとんど確保されていませんので一回それを自家増殖することによって初めて有機農業に適した種が作れるわけです。だからこれ有機農業の、種を作るためのものは例外にするってことをやらなかったら日本の有機農業ダメになっちゃいますよね。その例外を作ってないっていうのはもう決定的にこれはまずいと思います。これは有機農業っていうのも世界が向かってます。この20年間に世界ではもう5倍以上に市場が増えてるんですね。それが日本で日本は今109位とか面積比で98位とかそういう世界の後ろに行ってしまってるわけです。日本は有機農業のパイオニアであった国がそんな状態になってるっていうのはこれは本当に今回の中で大きな問題になると思います。そのような意味でもこの種苗法の中で例外設けなきゃいけない。それからあとですね、例えばオーストラリア政府のこの知財局のページを見ていただければいいんですね。ファームセーブドシーズっていうんですけども、つまり自家増殖に関してこれは基本的に人類何千年もやってきたエッセンシャルもう本質的なことですって書かれてるんですね。そしてこれは一番強調されているのは生存に不可欠だと。だからまずこの問題って何よりもこれ生存の問題なんですよね。食料安全の側からこの自家増殖というものは認められるべきだというこういう項目があるっていいんですけどもそれすらないというのは大きな欠陥ではないかなというふうに思います。亀井明子君。はい、ありがとうございます。午前中 の、まあ、政府の答弁では有機農業も例外ではないというようなことでしたので、まあ、一方で国は今有機農業を日本の農産品を輸出するという意味でそちらに力を入れていきたいという方針ですからそこは矛盾するのではないかと。なぜその例外にしないかということは午前中も本当に何度も質問したところでしてもう少しまた政府に確認をしたいと思います。それからですねこれは陰薬、参考人にお伺いしたいんですけれども、先ほどの資料で、外国、まあ、法人 の、 育種者登録のペースが増えているという資料が、ありました。でそれについてなんですけれども、あれですよね、資料の17のページのところですよね、2017年新規登録の 36% が外国をベースとした育種者とあります。それでですねまた午前中の、質疑に言及しますが我が方の篠原委員が資料を出しまして、で2017年に種苗法が、まあ、改正をされたときに禁止品目自家増殖禁止をする品目が、まあ、拡大をされたと。でこの年から禁止品目の、まあ、登録の数が増えてきて、2017年は289種、2018年356、2019年387、2020年396と、まあ、急激に増えているわけなんですね。でこの急激に増えているのとこの、
外国をベースとした育種者の登録が増えているというのはちょうど重なっているので、この増えている部分というのはその外国ベースの育種者が登録をしていると考えて良いというか、その影響が大きいと思われますか。林役参考人。今この増えているこの、外国企業が増えているものに関してはお花に集中しているんですね。お花そのものはもう早くからもう禁止の対象になっていますので、そこは必ずしも一致しないのかなと思います。まあ、それ以上に今これからさまざまな野菜であるとか、これまで野菜は入ってなかったんですけども、野菜も、ほとんど急速にほとんどの人参、ほうれん草、そういうすべてのものが入ってしまいました。それは非常に大きな問題ではないかなと思います。亀井明子君。はい、じゃあありがとうございます。注意して見ていきたいと思います。そうですね、あともう一つはですね、今回の改正の中にその特性表の導入というのがありまして、農家が知らずに在来種だと思う、一般種だと思って栽培をしていたけれども、それとそっくりのその登録品種があって、で特性表をもとにこう並べて栽培したら同一のものと判断され、それで訴えられるのではないかと、まあ、そういう心配の声が上がっております。でこれについてはまあ私も政府に確認をしていきますけれども、過失か故意かで、故意ということをまあ証明できなければ罰せられないということではあるんですけれども、ただこれによってその農家が萎縮をして萎縮、在来種の数が減っていくような、そういう影響はあると思われますでしょうか。時間が来てしまったので、じゃあこれは院役員に伺って終わりにします。院役参考人。萎縮効果はあり得ると思うんですね。でこの制度で一番問題なのは、従来までは裁判所で、議論証明されるものが、農水大臣がこの、この特性表を見て判定できてしまう、その判定に対して意義があったとしてもどのようにできるのか、こういったことに関して全然わからない状態になっています。これではやはりそういう今在来種多くありますので、それを作っている農家の方は不安になると思うのは間違いないんではないかなというふうに思います。許諾量の目安というものをどう算定するのかというのはかなり難しい問題かなというふうに思います。と言いますのは、今農家、例えば米の場合ですと、もう生産者ベースも生産コストの方が高くなってしまっている赤字のような状態なわけですよね。そこにわずかであっても足されたら、これは農家にとっては大きな負担になってしまいます。ですからこれは本当に社会でこの、どちらも支えなきゃいけないんですよね。種を作っていただく人たちと種を使う側の人たち、これ両方とも支えなきゃいけない、そういう総合的な中でその負担を考えていくべきであって、一方的に農家の方たちだけの負担でやるというのは無理があるのではないかなというふうにも思います。ですから例えばその、許諾量、いろんなケースがあると思うんですね。例えば接ぎ木なんかでやる栄養繁殖の場合は、これはもう何年も何年も続くので、やはりそういうことをやっている育苗家の方たちは非常に大変な状況になりますから、それはやはりその人たちがちゃんとペイされなければいけないと思いますし、そういう個別の、作物 についてどのように、その育種側を支えるかということを、議論していく必要があるのではないかなというふうに思います。はい、15分間その懸念ばかり言ったと思いますので、なかなか期待するものをなかなか考えつかないんですけども、特に先ほど横田さんもおっしゃられましたけども、許諾量について規定がないんですね。でインドでは大きな問題が起きました。モンサントにもう種子企業が買収されてしまいまして、コットンでは、インドの農家はもうモンサント系の種苗会社からしか種買えなくなったんですね。このデシという在来の種がすごくいいのがあったんですけども、それはもう売れなくなってしまった。その結果どうなったかといいますと、農家は高い種を買わざるを得なくなってしまった。その結果インドでは多くの農家が債務まみれになってしまって、自殺が30万人を超したということがあります。そしてインド政府はこの強制的にモンサント社のロイヤリティを切り下げる、こういう強権発動を行いました。じゃあそれが日本政府ができるんだろうか、
今の種苗法ではこれは難しいんではないのかなと思います。その点大きな懸念はもう尽きることがないのかなと思います。残念ですけども僕からはそのふうに言わざるを得ません。